どうもこんばんは、おっくんです。今日撮っていく動画の内容についてなんですけど、ちょっと短い動画になっちゃうかもしれないんですけど、撮っていきたいと思います。で、内容についてなんですけど、前回ね、動画の中でのその呼び名っていうのをこう募集させてもらったことがあったんですけど、今回はですね、挨拶について、まあよくなんかこう YouTuber さんってなんか定番の挨拶みたいなのあるじゃないですか。で、僕だったら、基本的にその夜動画を撮ることが多いんで、はい、どうもこんばんは、おっくんですっていうような感じになってるんですけど、なんか違った挨拶をこう皆さんからこう募集していきたいなと思いました。お願いします思いましただったらなんかちょっとなんかね、偉そうな感じになっちゃうもんね。で、まあどんだけお前他力本願なんだってこういろいろ言われるかもしれないんですけど、動画の最初にする挨拶をね、募集したいです。いい案が皆さんあれば教えてほしいです教えてほしい、とか、まあなんかネタ的な挨拶でもいいです。まあ、とりあえずそのコメントに書いていただいた挨拶っていうのはどこかしらで必ず使わせてもらおうかなと思います。もし万が一こう抜けがあったりとか忘れてたりしたら、申し訳ないんだけど、その時は私の考えた挨拶はっていう風にまたコメントいただけると、もうすぐします。で、ネタ的な挨拶でなんかこう言わせて、なんかこう恥ずかしいような挨拶だとか、僕がそういう挨拶してたら面白いよねとかっていうような挨拶があればですね、なんかぜひコメントで教えてほしいです。挨拶って言えばなんですけど、まあ、ちょっとね話脱線しちゃうかもしれないんですけど、やっぱその、まあ、僕会社勤めしてるんですけど、その朝のおはようございますがね、こうなかなか言えない人って意外と多いんだなと思って、確かにすごい大変なことだと思うんですけどね、朝一発目でね、今から仕事だってなってる時に、あ、おはようございますってなんかこうすごいエネルギー使うじゃないですか。だけどやっぱそのね、おはようございますってまず最初に言うことによって、そこから昨日どうだったとか、今日寒いよねとか、今日も一日頑張ろうねとかっていう、こう次につながる会話、次につながる会話、次の会話につながる、なんかもう路列が回ってない、寒いからかなめっちゃ寒いんですよ、もう本当めっちゃ冷え込んでて、で、まあ脱線しちゃったね、話がねで、挨拶すごい大事だなって思うことがね出てありました。で、僕その挨拶つながりでね、こう話させてもらってるんですけど、話させてもらってるんですけどめっちゃ噛んでるわまあその挨拶、まあ僕もね、そのなかなかできない方だったんですよ、かなり。でもこう例えばなんだろうな、挨拶しても返してくれない人とかって中にはいるじゃないですか。だけどその人がこう返さないだけであって、でも俺自身はちゃんとね、相手がどうであれ、朝会ったらおはようございます、仕事終わったらお疲れ様でした、何かしてもらったらありがとうございますっていうのは必ずね言うようにしようってなってから、なんかちょっとね気持ちにね変化がありましたね。やっぱ心なしか明るくなったというか、なんかちょっとだけこう朝前を向けるようになりましたね。さあそんなこんなでね、ちょっと短い動画になっちゃったんですけど、まあこういう挨拶あるよとか、こういう挨拶どうとか、こういう挨拶してみてよっていうのがあったらね、ぜひねコメントの方でね教えてください。じゃあ今回の動画はねここで終わりたいと思います。この動画がいいと思ったらチャンネル登録と高評価、そしてベルマークの通知登録、コメントの方もたくさんお寄せください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。